きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ2023年チーム総括、そして来季の課題というところで、はい、今日は38年ぶりに日本一になった阪神タイガースということで、もう課題ないやろ。あんのか探そうか。そうですね。いやもういいとこしかないんじゃないですか。ないですよ。ピッチャーも野手も。まあ、チーム成績でいうと今年、はい、チーム打率2割4分7厘はセリーグ2位、打点534セリーグ1位、ホームラン84はセリーグ5位。あ、5位なんだ。で、安打数1180本はセリーグ3位、でも34本のスリーベース、はい、セリーグ1位。大きいですね。で、 OPS674 は、セリーグ2位、得点圏打率2割7分はセリーグ2位、しかし得点圏打数1236はセリーグ1位、だから要は得点圏のチャンスが多い、チャンスめっちゃ作ってるんだ、その中で得点圏安打が334、唯一の300安打以上は阪神1位で、フォアボール、ね、529、はい、ダントツ1位、2位のヤクルトの470から59個、へ、約60個違うから2位と、はい、最下位ドラゴンズとは200個違うから、ね、200個だよ。ヒット200分ですよ。デッドボール57、1位、はい、でも、DeNA も56で2位だから、あの1位2位は僅差だね。で、盗塁成功率7割3分1厘はセリーグ2位、でも盗塁数79個はセリーグ1位、犠打106個セリーグ2位、成功率8割4分1厘はセリーグ2位、だからまあしっかりバントも、だから犠打結構対応してるよね、はい、その中でまあ成功率も高いっていう、で犠牲フライ47、ダントツ1位、だランナー3塁になってもその犠牲フライでしっかり点を取るっていうね、はい、でも代打成功率が1割7分9厘でセリーグ5位、だから代打陣がちょっと薄い、エラー84、1位、だからここはね、まあ、もうちょっと改善していかなきゃいけないところかなっていうね、ところもあるけども、犠牲フライの47個も多いから、やっぱヒット打たなくても点を取る野球ができてるところが強いよね。そうですね、だから近本フォアボール、ね、盗塁して中野が進塁だ、で木下犠牲フライみたいなね。防御率 2.66、唯一の2点台1位、先発 2.79、唯一の2点台1位、リリーフ 2.39、唯一の2点台1位、だから全部2点台、すごい平均的に。で、被安打1105本は一番打たれてない、被本塁打88本も、2番目に少ない、でフォアボール299個は唯一の200個台だからね、でデッドボール42個は一番当ててない、だから与えられるのに当ててない、わもっと当てた方がいいで、でもコントロールいいってことですよね。いやだからわざとコントロールいいからわざと当てれるよ。いやなかなか今の時代しないんじゃないですか、わざとはね。いやそしたら当てられるのが減るかもしれないからね。そうですね、よくしよく、前も言ったけどね、はい、失点424はダントツ1、へー、その時少ないのが中日の498だから、74点少ないからね、はい、失点が自責点も381と唯一の300点だ、だからエラーしてる割に自責点になってないね。じゃあそんなにあれなのかな、そのエラーが失点に絡んでないかも分かんない、そこら辺がね、はい、だからそういったところもエラー数が多いけども、しっかり優勝できたっていうところはだから投手陣が踏ん張ったかもしれない、チームがエラーしてもね、そうですね、そういったところではエラーが多い割に自責点と失点の差が少ないっていうところは、ね、ズルズルズルっていうことがあんまりないんでしょうね。被打率2割2分7厘は1位、クオリティスタート率 59.44% も1位、援護率 3.89 が2位、もう圧倒的やな。いやもう悪いとこないですよねえ、そんな中でも DeNA とは13勝12敗で接戦っていうね、へえ、危なかったね。 DeNA だけに相性、 DeNA がクライマックス負けてくれて嬉しかったよな、相性問題でいうとね、個人の成績見たら、なんとチーム首位打者大山、あそうなんだ、2割8分8人4も本当だ。でチームホームランは佐藤、打点も佐藤、で安打が中野、で盗塁近本っていうね、ところで、いやでもこの辺のがっちりレギュラーがちゃんと成績残してるっていうのがやっぱり大きいですね。で木浪もね、最初小畑かどうか分かんなかったところ2割6分7厘ね、で佐藤輝もまあ何やかんやからね、2軍にもしたり、でもまあここまでの成績はね、立派だと思うし、ね、何気に小畑も2割8分2厘打ってるからね、はい、何気に、ね、で中野が2割8分5厘、森下2割3分7厘、ホームラン吉10本打って、近本2割8分5厘、ノイジー2割4分、ね、だからまあみんな2割
割後半をちゃんと残してるんですね、うん、しっかり明確にね、うん、頑張れた。あと小野寺ね、うん、3割4分7厘。小野寺どうすんだろうね、使いたいよな。森下おるしね、うん、だからもういいんちゃう、森下レフト、センター近本、ライト小野寺でいいんちゃう、うん、もう外国人いないやろ、ノイジーベンチやろ。小野寺使いたいよな。でもその中で新外国人、うん、レイズから、はい、ゲラ投手28歳、最速163キロ。内野手から転向したらしくて、二刀流やりたかったみたいって最初は。でノイジー、ミエセス、ビーズリーが残留、うん、だからビーズリーはまあ先発だよね、うん、だからこのゲラがリリーフで、ノイジーとミエセスはもう代打、うん、贅沢やなお前、外国人代打。そうですね。いやでも阪神はもともとの選手もそうですけど、なんか新たなスターが結構生まれましたよね今年、うん、でもね補強なしだからね。いや本当それですよ、補強したのはあのノイジーと森下だけだからね、うん、ルーキーと一人外国人、しかもノイジーもね補強したけど2割4分で9本だから、うん、そんな別にそこまでね体制に影響したわけじゃないよね、うん、投手陣でいうと、はい、新人王 MVP を取ったね、うん、村上、はい、ねえよかったな、彗星のごとく出てきて、うん、はい、本当申し訳ないことに最初誰ってなりましたもん、うん、村上春樹、あ、正気か防御率ね 1.75、うん、22試合登板10勝6敗、完璧だったね。完璧ですね。で、あとはね、なんて言っても大竹、はい、ね、21試合登板12勝10敗、うん、2.26、貯金10やで、はい、大竹1人で10やで、うん、で、ね、伊藤正史10勝5敗、はい、伊藤 もう日曜日投げたけどほぼ負けへんもんな、うん、めっちゃいいピッチングしてね、いやいや、めちゃくちゃ早い、ね、この3人が10勝ですもんね。うん、そうそうそう、うん、で、まあ、それに次ぐところで言うと西がね8勝5敗、はい、うん、青柳も何気に8勝6敗なんだね、うん、何気にね遅れましたけどね、防御率 4.57 はもうクソ死んでるけどな、うん、まあ、俺後輩だから青柳は、うん、で、まあ、佐伯も10勝いけたな、うん、ちょっと援護がなかっていいピッチングしてるのに勝ち星つかなかったところもあったもんな、防御率 1.82、はい、19試合8勝5敗、もう来季はもう確実に2桁いけるやろ、うん、でリリーフも、ね、左の噂だ、うん、50試合登板 2.77、 ここら辺も便利にな、うん、いろんなところで使えたっていう安心感もあったし、で桐敷がね、はい、1.79、 27試合ね、うん、でそっからの便利屋カジヤね、はい、カジヤね、うん、カジヤ存在でかいよな、でかい、ちょっと表現悪いけど本当便利屋ベンチとしたらありがたかったよな、はい、どこでも使える。でその中で石井ね、44試合 1.3、はい、大きいですね、方程式入ってきてね、うん、あと島本投手ですね、うん、左ね、うん、だから島本なんてこう負けがついてから一人前になったからね、うん、負けたことない、もうそれは素晴らしいよ、うん、素晴らしいけども負けてる試合にずっと投げてるやつ負け絶対つかないからね、はい、だからやっぱ負けがつくようになってから一流だね、うん、そういったところでは島本もね、この桐敷この2人でワンポイント狙ったりね、1イニングいったり良かったし、で岩佐もいるわ、で岩崎もいるから4人リリーフ左でかいよな、はい、それはマシンガン系とするよな、うん、で梶谷がいて、で来年門別くんが、うん、門別くん、先生推しの門別くん、門別、森木、うん、西純也も5勝2敗、ね、もうちょっとね、うん、今年いけるかなと思ったけど来季ちょっと頑張ってほしいな、うん、であと馬場も19試合登板だから 2.45 だからね、うん、そこら辺は自分の仕事はね試合数少ないけどきっちりしたなっていうね、うん、浜地がね今年ねちょっとね、うん、まあ、コンディション不良もあったと思うけどもなかなかっていうところもあったし、で湯浅ね、はい、まあ、ここ怪我もあったからね、うん、最後日本シリーズは帰ってきたけどね、だここでまず浜地湯浅が復活してきたらえぐいな、うん、誰外すんや問題になるね。そうですね、ゲラいる問題になるよ。ゲラいる？ゲラずっとナノハかもしれないですね。あ、はい、あ、及川投手もいますからね。うん、なかなか厳しいよな。うん、まあでも賞賛しかないな。うん、思んないな。穴がないですよね。うん、来年の課題もないわ。うん、まあ強いて言ったらあります？いやないよな。だってまだな、今年調子悪かった青柳とかが調子良くなってきたりね、湯浅浜地とかが調子良くなってきたら誰かが調子悪くなっても変わるしな、うん、だからやっぱ絶対怪我しちゃいけないやつがいなくならないことはね、うん、この感じで言ったら絶対いなくなっちゃダメなのが近本と中野やな。ああ、そうですね、やっぱ近本も一回いなくなってから落ちたからな、うん、で一回話広島に抜かれて近本帰ってきたから大型連勝が始まったから、うん、これ近本と中野はいなくなっちゃダメだな。やっぱあの一番と大きいですね。あとはまだなんとかいけると思うね、うん、
ちょっとぐらいいなくなっても、うん、でもやっぱり近本中野はちょっとここがいなくなったら大きな問題になるねっていうね、ピッチャーはもうピッチャーも万全じゃないですか、うん、そうやな、うん、下村君もここに入ってくるんですかね、本当やな、そうだそうだそうだ、どこ行くどこ行く、今見ていったら入るとこもなかなか難しいな、だって先発の振り考えたら、うん、まあ、村上でしょ、うん、で今年だったら大竹でしょ、うん、で伊藤将司でしょ、で佐伯でしょ、うん、これはもう確定でしょ、青柳投手だから、青柳がここ入ってくる、その前にビーズリーとか西、はい、うん、で青柳で、そこにもし門別とか来たら、うん、で森木、うん、西純也、12人で入れないですね、で、うん、下村もし前来たら11人で、うん、いや下村くんは先発ではやっぱりでしょ、うん、いやでもこの今11番目だからね、はい、この前にいる5人抜けますかって話だからね、いやもう贅沢ですね、うん、やばいんすよ、うん、でリリーフだってな、うん、もし湯浅でしょ、岩崎でしょ、うん、で桐敷でしょ、岩貞でしょ、で石井でしょ、うん、梶谷でしょ、島本、及川とかもいるでしょ、うん、そうですね、でゲラでしょ、うん、もう大で浜地も、浜地もあるしね、岡留、岡留、うん、簡単じゃないな、これはちょっとルーキー2人本当にドラフトの時はおいおいとかって言ってたけど、よくよく考えたらもう 今すぐ練習しておかないと、あなたたちの能力が高いとか低いじゃなくて壁が高すぎる、いや出るところがないっていうね、はい、へこれでも本当過去最高に最短で阪神のドラ1選手がトレードに出した方がいい選手に挙げられるかもしれない、出るところがないからっていうね最短でいやちょっとこの投手陣もうなんか強そうとしか思えないから、来年最近も強くなりすぎたら、はい、道頓堀危ないから、うん、あの道頓堀プール作ろう、もうプールで、うん、もう道頓堀っていう橋作って、はい、いくらでも飛び込んでくださいと、こっから、うん、でも下10メートルぐらいの飛び込みのもうプールみたいな感じで、はい、このプールから好きなだけ飛び込んでください、でも順番に飛び込んでください危ないからね、そうそうそう、18歳未満はプールにして、はい、20歳以上も先に一緒だったりする、阪神はもうあかん、課題ないわ、ないですね、強いて言うならば近本と中野が怪我したらやばいですよっていうね、そうですね、今の野手陣ってでもちょっとどっか抜けると脆いところがありそうな気がしますよね、キャッチャー2枚ね、うん、あー坂本梅野の逆襲、梅野の逆襲どうなんだろうな、どうすんだろうな、開幕スタメンはもう坂本間違いないでしょうね、いや株上げましたよね、ね、これちょっと梅野がだ出だしやな、うん、出だしでもし坂本がパッパーンって打ったら、うん、もう梅野控えやな、うん、これはでまたあれあのジャイアンツの小林大城論争の梅野坂本論争になっちゃうの、どっちがいいみたいな、で勝ってたら言われないけど、うん、負け出したら梅野使えみたいな、はい、で俺がまた何か言ったら俺も巻き込まれんのマジやめてマジやめて、ほんとせっかくもう小林論争落ち着いてきたのにやって、ねえ、まあでもなかったね好きね、うん、まあやっぱ38年ぶりの日本一だからね、うん、それはないよね強すぎてね、このキャンプオープン戦の楽しみ方は、うん、あのルーキーたちが、はい、あの入る場所あるかっていうのをちょっと見よう、そうですね、下村くん出てきてほしいよ、いやー厳しいぞ、いやこれ厳しい、なあ本当に厳しい、下村がいいとか悪いとかじゃないから、はい、壁厚すぎるわな、厚すぎる、よくても出るとこがないっていうね、うん、まあ誰かがでもポロポロで怪我とかしちゃって、だから下村、ね、とか椎葉くんがガンガン行かなきゃいけなくなったらちょっと危ないかもしれない、逆に、うん、いやでも来年も弱いことなさそうじゃないですか、いやそれが分かんないのがプロ野球だから、そうですね、うん、いきなりヤクルトが5位になるなんて思わないからね、村上選手が打てなくなるなんて思わないからね、うん、うん、楽しみだね、うん、ちょっと楽しみだね、いやプロ野球面白いですね、うん、うん。